ポッピンクッキーの楽しいお寿司屋さんを作って食べてみるわよ。それじゃあスタート。楽しいお寿司屋さんはマグロ、イクラ、卵、チラシが作れて、マグロはグレープ味、イクラはみかんソーダ味、卵はリンゴ味なんだって。イクラを作ったり醤油も作れたりすごいね。それじゃあ早速開けてみよう。中に入っていたのはこんな感じだよ。一つずつ紹介していくね。まずはご飯の素、イクラ A の素、 B の素、マグロの素、卵の素、醤油の素、ソフトキャンディ、トレー、スプーンとスポイトが入ってたよ。まずはご飯を作っていこう。ご飯はトレーの1のくぼみの内側にある線までお水を入れて、そこにご飯の素を入れて混ぜていくよ。これぐらいまとまってきたら、次は卵を作ろう。卵の素と渦の柄があるところにスポイトでお水を入れて混ぜていこう。よく混ぜたら平らにしておいておくよ。次はマグロを作っていこう。マグロの素と波線のトレーのところにお水を入れてかき混ぜていくよ。マグロもよく混ざったらこのまま平らにして置いておこう。次は海苔を作るよ。海苔は黒いソフトキャンディーを練って、海苔の大きさガイドに沿って形を整えていくよ。よし、これで完成。次はイクラを作ろう。まずはイクラ A の素を作るよ。お水を内側の線まで入れて、イクラ A の素を入れていこう。それが終わったら、 B のトレーにイクラ B の素を入れて、お水を入れて混ぜていくよ。イクラの素 A と B を溶かし終わったら、スポイトで B の液を A の中に入れていくよ。見て見て、本物のイクラみたい。よし、これで材料は全部完成。それじゃあお寿司を握っていくよ。まずはシャリを、ご飯の作り方のこのご飯の大きさに合わせて6個ぐらい作っていくよ。
これでシャリの完成。それじゃあ卵とマグロを乗せていこうね。卵とマグロは半分に切って乗せていくよ。見て見て、綺麗な模様がついてる。卵も渦巻き模様ができてるね。最後はイクラを持っていくよ。これで楽しいお寿司屋さんの出来上がり。みんなもぜひポッピンクッキンの楽しいお寿司屋さんを作って食べてみてね。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。それじゃあ